おはようございます。月曜日の朝です。今日は作りすぎてしまったマカロニサラダをたくさん持っていく日です。じゃーん。<laughs> 何も考えずにマカロニを一袋茹でたらこんなに大量に出来上がりました。お肉を少し持っていきます。これは豚こま肉を蜂蜜醤油で味付けしたものです。 もう少しマカロニサラダが入りそうなので入れていきます結構減りました最後にパセリをかけますはい完成です おはようございます。火曜日の朝です。今日は枝豆を解凍することからスタートします。ご飯をよそりました。ここに明太子を入れて混ぜます。解凍した枝豆も入れます。少しだけ白だしを入れます。よく混ぜ合わせて、明太枝豆ご飯にします。 小さめのおにぎりにして持っていこうと思いますまんまるコロコロおにぎりですおかずは豚肉とお野菜の黒酢炒めです 2つ目はじゃがいもとピーマンのオイスターソース炒めですおかず3つ目はハッッシュドブロッコリーです。これはネットで調べて美味しそうだったので作ってみました。 今日はなんだかがっつりなお弁当です。はい、完成です。おはようございます。水曜日の朝です。今日は卵焼きを作ることからスタートします。卵にマヨネーズを入れて混ぜます。お皿にラップを敷いて、 卵を流してレンジでチンします。ご飯に出来上がった卵焼きをかぶせます。 これは豚肉とお野菜の黒酢炒めです。たっぷりのせていきます。残った分は朝ごはんにします。はい、完成です。おはようございます。最終日、金曜日の朝です。今日もレンジで卵焼き作りからスタートです。 今日の卵焼きはたっぷりチーズを入れます。レンジで卵焼きを作るときは具材によっても温める秒数が変わってくるのですが、今日は600ワットで40秒チンして、お皿を半回転させてさらに30秒チンしました。毎回卵の様子をじっくり観察しながら温めています。 ご飯に出来上がった卵焼きをのせます。これは昨日の残りのハヤシライスです。昨日は会社がお休みだったのでずっとハヤシライスを食べたいなと思っていてやっと作れました。きのこたっぷりのハヤシライスです。今日はチーズオムハヤシ弁当です。 作りながら早く食べたいなって思っていました。これの他にお野菜を持っていきます。かぼちゃとミニトマトです。かぼちゃにはお塩を振ります。それともずくす。今日はなんだか持っていくものがたくさんあります。はい、完成です。 今週も一週間お疲れ様でした。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。